あ、耳消えちゃった。なんで、わあ、うわお、動かない。はい、あ、耳ついた。よいしょ、ご飯食べながら、こんばんは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 。ですね、目が疲れているのでカラコン撮ってます。すいません、許しください。さあ、今日の晩ご飯は、はい、山芋焼きです。食べてきます。あ、みおんちゃんいらっしゃい。いらっしゃいじゃない、こんにちは。ただね、晩ご飯食べるだけの動画。こんばんは。みんな家帰ってんのかな。帰ってないのにさ、足立だけご飯食ってんの、もうごめんね、許してね。いつもお世話になっております。いつもさし、お世話させていただいてます。やっとね、新作出ました。皆さんよろしくお願いします。新作ね、また覚醒すんかいっていうこれね、この間作った炊き込みご飯の残りの鰹節でございます。暑そう。おはようございます。皆さん、おはようございます。ない、皆さんお疲れ様です。見たよ、新作。どれだ。あのね、なんかね、イメージもね、さ、あのね、発売されたか、どれ見てくれたかわかんないのよ。あと、ブラック会社から逃げるだ。よかった。お疲れ様です。新作でお世話になります。新作ってね、あれだよね。4日ぐらい先行で。今日からだよね、本当の発売は。うん。結婚願望ないので、ずっと結婚できなくてもいいです。あだちちゃん、なんだね。なんだね、なんだね。今まで一番人集まってないんじゃね、このインスタライブ。まあいいや。かっこよくない、母親。お疲れ様です、皆さん。なんでそんなに肌が綺麗なの。なんで肌が綺麗なの。肌綺麗かな。まあでもとりあえず昔に比べたら肌綺麗になりましたね。お金かけてるんで。ギャルになってほしい。昔ギャル。誰の顔作ってるの。誰の顔は作ってないぞ。なになになに。テロリスト、あ、時間がね、先にいただいております。ちょっとね、今日はね、撮影がありまして、あれですね、朝あげてる写真、実はね、あれね、私頼んで、あのお願いし、頼んでるので、外注してるので、その方との撮影終わりですね。お疲れ様、こんばんはってね。こんにちは、こんにちは。何食べてんの。山芋焼き。お好み焼きじゃないの。だからの、小麦入ってないの。あのダイエッターにおすすめです。山芋とキャベツとイカと卵入れただけあく、あくい、あくすぎる。焼けるっす、絶対。まあいいや、ずっと食べるだけの動画です。ご飯食べてるだけでこんなさ、褒めてくれんの、めっちゃみんな優しいやん。あ、ノート更新してない、忘れてる、やばい。絵だけ描いて寝落ちしてたわ今週寝落ち率高すぎて、
化粧を取ってそのまま出勤してますね。昨日もだし。あこれ。まあするって言ったからね。更新せねば。最初2回だけだよね更新できたの。How old 21だよ。寝落ちのプロ、寝落ちのプロ。ちょっとね食べずにダイエットしようと思ったけど、食べずにダイエットするとね体調悪くなるからやめました。こうやってね食べながらダイエットします。あくい、あくい、うん、チョキです、チョキです。実家お好み焼きといえば山芋焼きだった。え、めっちゃヘルシーじゃん。ちょっと私ね結構グルテンアレルギーなので本当あんま食べれないんですよ。だからね山芋焼きは無限に食べれる。まあ、食べへんけど食べて1枚だね。おっきいのはちっちゃいの2個、妹来てた時ちっちゃいの2個食べてました。え、運動、明日ジムです。明日ジム行って21がねイメージのオンラインサイン会があるので、その前に行くか1日にジム行くかして、3日はピラティス行って、あれですね、怒号の撮影ウィークとイベントウィークですね。今仕事終わってお疲れ。小麦アレルギーまで行かないんだけどね、苦手なんだよね、分解できないらしい。あこれ、うん、自分もジム頑張れる、嬉しい、そうやって言ってくれる人がいると嬉しい。ジムの後パチンコ違う、明日事務所。うん、明日第5回のね足立区民酒場の更新日でございますよ。皆さんスタンド FM さんから聞いてください。行くのは無料なんで。ジャギ打ちたい。あのこの間ジャギどこの台だったの。昨日もピア行ってたんだけどね、昨日はねピアのあの上野店行ってました。私どこでもいいのって感じだよね。ね、もうねずーっとピアで売ってる。もう今抜かしてもらった、ごめんね、あのねパチンコの話してたから玉抜きやと思ってしまった、ごめんなさい、すいません。こちらこそありがとうございます。何を食べてるの、山芋焼き、またかよっていう山芋焼きでございます。みんなねマジでね食べたくなかったら山芋焼き食べればいいよ、体にいいし。これでねイカとかね豚とか入れればねすごい、拾うか迷ったコメントちょっと読んでいい？美容整形したら失礼だから絶対割ったらいけないと思います。私さサブアカでも言ったけどさ、容姿に対することをさ結構人にさ平気で言える人いるじゃん、やめた方がいいと思いますよ。あのねこの仕事つくまでそんなね、まあ、容姿のこと言われるような仕事ついてたけど、あのね裏でね直接会ったことないから言うとね、思ってる以上にすごいねメンタルくるんですよ。でねそのメンタル来た時に、あもうそのね昨日の夜の配信でも言ったんだけど、
その時にメンタルを回復させてくれたのがファンの人のどのイベントだったから、本当にね、とかむやみやたらにね人の容姿言わない方がいいと思いますよ。こうしたらああしたらみたいな。美容整形ってさ簡単に言うけど命かかってるから人死んでるしね。ピア相性悪すぎて行きたくない川崎店舗限定。川崎は行ったことないな。今度行ってみます。協力のない打たないんですか仕事人とか。あ打たないかも。なんか相性悪いんですよね。うん、そのツイート見た京香様嬉しい、ありがとうございます。ごめんなさい。いやそれね本当に他の女優さんとかにマジで言わないでほしい。それで女優辞めちゃう子もいるし、みんなさ結構なんだろう、人生かけてさ結婚するぐらいの決断してさこの業界入ってるからさ、また開けばねなんか稼げると思えてるけど、マジでそんなこと全くないんで。この仕事間接的なね容姿いじりはマジでね殺人と一緒なんでやめてください。性格が悪いじゃなくないこれって。えちょっと待って、性格悪いに入るのこれって。じゃああなた逆に、じゃあブサイクですね、じゃあ顔整形してくださいって言われたら普通にさあ、えなんであなたにそこまで言わなきゃいけないってならないですか。うん、自分が商品だから仕方ない気もするんだけど、例えばね、確かに足立はデビューの時にちょっと太ってたからもうちょっと痩せた方がいいんですかっていう意見だったら足立は聞くけど、なんだろう、見てられないぐらいバケモンでしたみたいなコメントされたんだけど、それは違うくないって話なんでしょ。痩せた方がいいっていう、ちょっと太りすぎじゃないはアドバイスなんですよ。だから痩せなきゃって自分の気持ちにもなるし、しなきゃいけないけど、バケモンみたいでしたはただの悪口だから、うん、言い方の違いです。なんかそれでね、なんか辞めちゃった子もいるからちょっと言いたいなって思った。ただそれだけです。別にあれですよ、なんかこうした方がいいとかいう意見は絶対聞きたいと思うから、レビューも見るし。そう、そもそもね整形してもねみんな可愛くなれないわけなんですよ。絶対整形して可愛くなれるわけじゃない。ごめんなさい、ちょっとあまりにひどいからブロックします。整形したら可愛くなれるんだから整形やりなよっていう人すごい失礼なんでやめてください。みんな可愛くなれるんだったら苦労しないよ。男性も女性もみんな努力してんだよ。見えないとこでね。ユニコーン。それでもだってね、新しく入った女優さんとかね、死ぬ気でねご飯食べるの我慢してますとか、なんかどうやったらジム選びうまくいきますかねとか、そういう相談を聞いてるのに
ファンザのレビューとかを見た時に心痛いこと抱えたらやっぱ悔しいんですよね。やっぱりなんで頑張ってる人のことこんなこと言うんだろうって。それのせいでね、せっかくね腹くくってこの業界入ったのにもったいないじゃないですか。そう、本当にねご飯食べずに撮影ってね大変ですよ。一回のねコセッセにねすごいカロリー使うからね。あとね普段しないからね、あのカメラを意識した何体勢でやったりとかするからね。女優さんみんなすごいよ、本当にみんなすごい。ウォーターサーバー言えないよ。待って待って、再度質問です。大阪に質問になってない質問になってないあ、早く味噌カツが食べたい。お作りよ。撮影日の朝抜いてるって言ってますが、あのね撮影日前日の朝じゃなくて、そう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 、あのね朝にプロテインを飲むようにしてます。あのね朝からねなんかね固形物食べちゃうと、あの何あのねお腹が出ちゃうから、そのねせっかくダイエットうまくいったのその日食べたことでお腹出ちゃうっていうのは結構あだちあって、結構女優さんでもその日ご飯食べませんっていう人もいるんだけど、やっぱねもう21時とか過ぎたらもう食べてないとフラフラしちゃって、さすがに。だから最近は全然食べるようにしてますね。ちょこっと誤差でお腹が出ちゃうのは仕方ないかなみたいな。体力不足でね変とか作品が加減してしまうのは嫌なので全力で取り組めるように最近は食べてます。そう大変なんですよ女の子の体型で。こんばんは、こんばんは。やばいわ、さっきね久しぶりにちょっと興奮しちゃったから意外しちゃった。ごめんなさい、コメント全部拾えなくて。結構な話ね、こういうこと注意したらめっちゃブロックしたらねめっちゃ言われるからね、後で悪口。体力使うから、そう撮影中食べないとね本当にねジャクラのやめどき、もう目標金額決めといてこれ以上いったら帰るみたいなルールしたらいいんじゃないですか。足立はそうしてます。インスタライブ最近はね気分でやってますよ。ま昔に比べてね変なコメント来てもねあの何えいって言えるからね別にいいんだけど、なんかこの時間にやってもやっぱりねこの時間変な時間人が来やすいって言うけど、まあ別にいいかなと思ってやってます。皆さんお仕事お疲れ様です。仕事行っとるのが偉いわ仕事行っとるのも偉いし、なんやったら生きてるだけで偉いわ皆さんお疲れ様です。食べ終わっちゃった山芋焼き。ドゥドゥンチュッチュッチュン。皆さんお家帰ってんのかな、着いた、うん、癒されます。いえいえ早すぎる。大丈夫、カラコン入ってないよ今日。よくないですよ加え橋は分かっててやってる。みんなエロいそうだみんなエロいまあ職場なの頑張ろうよ、頑張ってね。
あだちゃご飯食べてるのにすいません。よし、酒を飲もう。こら、飲みすぎじゃない最近。家戻ってます。あ、ちゃんと帰ってね、お家。まだ外です。これから焼肉行ってきます。えー、いいな、ずるい。仕事中、頑張れ頑張れ。体壊さないようにね。物足りなそう。物足りるわけないじゃん、ダイエット中なのに。ダイエット中とか言いながらね、全然普通に食べてるんですけど。明日からね、ファスティング準備期間に入るので、ゆっくりファスティング準備をしようと思ってます。食べてます、食べてますか。山芋焼き食べた。巨乳お姉さん、こんばんは。こんばんは。今スーパーナウをよくできるアイコン変えててますが、今日の作品にしようと思ったんだけどさ、画像をもらってないので帰れません。さっき仕事終わってこれから帰ろうと思って携帯見たインレーってたので車で聞いてます。お、あの事故らないようにまっすぐ綺麗に、綺麗に気をつけて帰ってねお仕事お疲れ様。夕飯にオムライス食べたとこです。え、自炊。うう、やあやあ、食べちゃえ、後で食べるよ。アイス撮影終わりだったし、ちょっとね、ああいうね、ちょっとね、ネガティブツイートをちょっと久しぶりにしてしまったので、うん、でもね、なんかね、ちょこちょこね、女優さんの共感のね、いいねとかね、リツイートとかもらって、やっぱね、みんな言わないだけでうちには秘めてるのかなって思いました。やっぱね、慣れたとはいえやっぱね、辛いよ。容姿がブスとかね、あんな言われると。ゆり、あ、おはよう。おはようじゃないわ。きつねうどん、きつねうどんとか、きつねうどんとライスで夕食を済ませました。え、関西人？ハーゲンダッツ何味が好き？なんだっけ？今日何買ったっけ？マカデミアナッツ。あれすごい好き。あ、今日ね、チッさんとの撮影だったので、画像上がり次第載せようと思うので皆さん楽しみにしててください。やあやあやあ、じゃんじゃらん、じゃんじゃんじゃんじゃらん。これ誰だ、女優さん。別にね、ファンズのレビューをね、絶対5にしろっていう話じゃなくてね、どっちかっていうとね、あの書く時の言葉さえ気をつけていただいたら全然何の問題もないっていう。作品について書いてもらえるのは嬉しいからね、ここまで作品見てくれてんだと思うしね。ここのここの部分はなんか誰々ちゃんとこうした方がいいんじゃないとか、そういうのやっぱ嬉しいよね。単純にね、好きですって言われるのもめちゃくちゃ嬉しいけど、たまには毒吐いてデトックするのいいと思うよ。ためとむのいつもやくない。ありがとうよ、ありがとう。え、ちゃんと帰れてるお家。おこんばんは、おこんばんは。ブラック何が？ I love, thank you。 好きです、いいな、ありがとう、好きです。好きです、いい言葉はいっぱい言いたいよね。愛してます、愛してます、いいよね、愛してます。言われて嬉しい言葉をね、吐ける人間になりたいね。車を止めて聞いてるので大丈夫だよ。早くお家に帰りなさい。ありがとね、ファンズ初レビューしました。ウェイ、ありがとう。ゴーヤに入ってる、ゴーヤ、ゴーヤ。ゴーヤ。ゴーヤ。そういえば全然話変わるけど、写真集のね、あのシーンでね、ゴーヤ食べてるんですよ。ゴーヤチャンプルとか居酒屋でも食べたんだけどさ、なんかハマってんだよね、ゴーヤに。なんでだろうね。最近イベント行けてなくてごめんね。いやもうそれでもね、ちゃんとね、足立の活動を追ってくれて逆にありがとうって感じよ。それでもありがたいよ、かわいい、ありがとう。ずっと興味持ってくれることが嬉しいわ。
逆メイドのネタで、あ、逆メイドの時やってたっけな、あれ逆メイド何したっけ、なんか野菜切った記憶あるんだけどな。チャンプルって炒め物だからそりゃ炒めときゃいいみたいよ。ゴーヤユーリ名前解明する。ウサギの耳、これね犬の耳なの。これお好み焼きやたこ焼き食べますか。さっきそれ煮たも食べた。あ、でも昨日か、昨日花見か、あ、そうだ、本人と言ったんだ。がたこ焼き食べた、たこ焼き食べた、美味しかった。もらっただけやけど、焼きそば、あ、おでん、あ、じゃあ10円パン、おでん、ラムネ、焼きそば、たこ焼き食べた。そっからもう何も食べたくなかった。もうね、何にも食べたくないし、その椅子にいた友達がさ、あの結構よく遊んでた子なんだけど、なんかねお酒を飲みすぎで、年上なんだけど、お酒を飲みすぎでなんかね毛細血管が浮いてきちゃって、なんか飲めなくなっちゃって、なんか一緒にノンアルで楽し、あのお花見しましたね。キュウリ、人参、ゴーヤで遊んでましたよ。なんで順番覚えてんねん。たこ焼きいいですね。たこ焼きいいよね。ああいう時に食べるのが好きなの。こんなもんばっかり。やっぱね、血は関西ですね。結婚願望はない。ない。足立あったら多分今料理教室通ってる。あー、やめん。ごめん。読めない、ごめんね。読もうとは読めるんだけどさ、意味が分かんなかった、ごめんなさい。いい加減に英語をもうちょい勉強した方がいいんじゃないかなって思ってます。たくさんとの絡みの感想を聞かせてください。あ、それはイベントでお答えします。エッチいので、バンされたら困るので。スイーツは好き、ゲームはする。なんかもし普通の質問ここで投げてくれた、ありがとう。スイーツは好き、パンナコッタが好き、杏仁豆腐が好き、ティラミスはブームしちゃった、あんま最近食べない。ゲームはする、デッドバイとね、ニーアオートマタしかやらない。それ以外やったことがない。やったことがないだけなのに、その2つしかやってないっていう。男性のタイプは懐が広い人が好きです。器が狭い人は嫌だ。足立が結構ざっくりしてるので細かい人は嫌ですね。てかもう足立が好きでたまらん人じゃないと無理かも。そういうタイプです。奴隷気質な人が好きです。昔からまだカメラに使えた、わかる。あれじゃない、気圧のせいじゃないとか、何でも気圧のせいにしようよ。次いつ出るの、来月います。何が可愛いから癒される。 Thank you、 いちご狩り行こうぜ。んちょっと花粉死ぬかも。花粉死んでないけど。期待が広い人はセーフですか。面白いね、いいじゃんそれ。笑わせてくれる人がいいよね。一人ではしごします。何を何を。ご飯屋さんの話、ご飯屋さんのはしごしたことあるかな。サウナはしごはしたことある。普通に家帰れと思うよね。スナック行ってキャバクラ行ったことのある。最近ワンナイトしましたか。そもそも人生でワンナイト一回もしたことがない、ごめんね。ド M じゃないとダメってことですか。ダメじゃないよ別に。あの乱雑に扱わない人がいいですね、自分のこと。あやちゃん好きでたまりません。どこまで追っかけます、ストーカーみたいな言い方いいじゃん。都内で美味しいパンケーキのお店ある、あるんじゃない。あ、パンケーキ食べないか分かんないけど。ラーメン屋3軒、ラーメン屋マックス7軒はしごした。あの実質多分 3.5 玉だから一緒ぐらい。きついよね、3玉ぐらいになるとちょっとしんどくなっちゃう。お風呂入る、いってらっしゃい。
次どんなやつ、あ S1 っていう調べていただいたら出てくるよ。覚醒するやつ、覚醒手振って、なんで結婚願望みんなそんな聞くん。結婚願望ないよびっくりするがないよ行きたい旅行先、行きたい旅行先、行きたい旅行先、あ仙台、ちょうど昨日仙台の人と飲んだったっけ。仙台、仙台行きたい。ちょうどね、心ちゃんも出身が仙台なので、仙台とか、もうそもそも東北にね、北海道行ったのがもう初だから、行ったことないからね、ちょっと一回行ってみたい。ちょっと待って待って待って、上上上上、ラーメン3杯余裕ですか。ちょっとしんどい、筆垂らし待ってるってこと。筆垂らし、仙台いいよね。牛タン食べたらわかる。ずんだがね、食べたこと、飲んだことないのよ。とか豆が苦手かも。そら豆とか、なんか枝豆は食べれるようになったんだけど、豆類がねあんま食べれないです。箱根よかったよ。えとか箱根は一人で行けないじゃん。一人でも行けるとこがいいとことんね、一人行動魔なので、デビュー当初に地方イベントしてって言ったんで、なるべく地方イベント行きたいと思ってます。嬉しい、ありがとう。嬉しいぜ。地方イベントってね、どこどこ来てくださいとか結構言われるんだけどね、あのね、地方イベントってね、地方イベントを目標以上達成しないといけないので、皆さん遊びに来てください。半ラーメンで何軒行けますか。今の胃袋だと4軒も行けないと思うの。胃袋が昔に比べてちっちゃいので。お魚にはどのくらいの頻度、頻度はないかな、別に3、4ヶ月に1回ですね。4ヶ月に1回とかじゃない。山形はね、それあれさ、さくらんぼでしょ。私さくらんぼめちゃくちゃ好きなのよ。あ、さくらんぼのお菓子は食べれないんだけど、さくらんぼは好きなの。さくらんぼ狩りあるなら超行きたいってずっと思ってて、バイク買っていきたいな。妹仲いい、そう、仲良くなったのね最近なんだよね。一人暮らししてからです。実家の時はもうクソほど仲悪かった。かわいいです、ありがとう。お一人様悪くないよね。そう、お一人様がいいんです。お一人様で行けるとこが好き。替え玉ください。わかる。今最近でも替え玉食べれなくなっちゃった。昔はね、大食いだった。あのね、中学校の時は中華料理屋の定食3年前食べてた。山形から見てます。イエー、山形。山形のおすすめの観光地教えてください。地元の人にとって。妹仲悪いで口利き、あ、口利かない。うちの妹やばいからさ。昔ね昔ね、何歳だったっけ、幼稚園かな、幼稚園ぐらいの時にさ、引きこもり癖があって、口利かなすぎてお母さん怒ってた。反抗期が長かった。すっごい長かった。妹の反抗期がすごい。 お母さんがそれでキレてたのを覚えてますね懐かしい。今もう全く反抗期なくなって、姉としては助かります。ただね、どうもね、お母さんの二人暮らしなんで、喧嘩したらやっぱね、うちのお母さんが黙り込む性格なんで、やっぱりね、喧嘩すると長いなって感じです。よくあの二人暮らしできてるなと思いながら、まあできるものか、家族だから。家族ってほんとすごいね。性格合わなくても家族だからさ、びっくりしちゃうぜ。こんばんは、こんばんは。そう、一回やばくて、冷戦が、妹が東京まで来てた大阪住んでた時でも冷戦一回あって、妹が泊まりに来てた。1、2週間早く帰れと思ってました
足立区、あ、そう、内線内線。あ、足立の父はフラーウェイしててね、どこいるか分かりませんそう、面白いんですよね、掛け合いが。なんだこれ、読めん、すまん、読めない、誰か呼んでごめんなさい、読めない。日本語でもこの文字わかんない。わからん。 OK だけわかるけど OK じゃない、わからんこんな綺麗なお姉さんいた自分だったら嬉しい。立ちの悪い男には魅力ないですか。やることだけがあれじゃない、すべてじゃなくないの部分でね、愛情を伝えてくれれば良いのじゃないですか。ダメなんですかね、わかりません。結局ね、気持ちですよ、気持ち、気持ち、気持ちが大事です。明日爪切らなきゃ。足立でよく抜いてますだと思います。あ、そういうこと、ありがてい。なんでわかんの、すごくない。母音ですか。え、母音かどうかはファンザでお確かめください。パーカー欲しい。パーカーはエッセンシャルですね、エッセンシャルズです、です、プレゼントです。と、基本プレゼント、パンプレでもらいました。基本ね、足立ね、服結構もらい物多いから、もう自分でも買うけど、ある女優さんが濡らすまでの過程、そう、濡らすまでの過程も大事、過程も大事だけど気持ちだよ。雑に抱かれたら女の子は泣いちゃう、竿なんて関係ありません、気持ちです。わからんけど声でやってね、たまたまね、付き合ってる方やったり狙ってる女の子がそうじゃなかったらね、足立責任取れないんで、これ以上は言いません。ポニーテール見たことない。あ、ポニーテール、あ、でもイメージでちょっとポニーテール風が出てます。そもそもね、髪がくくれるほど長くないので。ドゥドゥドゥルンチュンチュチュチュン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 。妹にちょっとね、来てほしいんだよね。妹がね、清掃最後やってしまったがゆえにさ、もう場所がどこにあるかがわからなくて、今お家の中が困ってます。イメージ DVD がね、発売されました。3月31日にね、オンラインサイン会なんで、全国どこでも参加できます。あそう、まだね、足立に会ったことない人とかはぜひ参加してください。あ、そう、実際ハグだけでも十分ね、幸福度がね、満たされますよ。クインテールが見たい。ツインテール買うぞー。長いな大丈夫、大丈夫だった。ツインテールが見たい。もう長さが足りん、長さが足りん、許して髪くくっても可愛い。ありがとうございます。あ、ごめん、ウェーブ送っちゃった、間違えて。なんという曲ですか。え、似顔絵チャンネル BGM YouTube のヘッドストーンの動画に出てたの姉妹だったりしますか。うん、絶対出てないと思う。 MCMC していつもみたいにコメント読んでください。お団子が好きです。あの、あれは2つのお団子は、こっちタイプはね、この間やった、短くてもいいよ、よいしょ、短くてもおるわギュッて吸うだけでも、そう、ギュッて吸うだけでも幸せよ、幸福度、なんかね、ストレスホルモンが減るんだって。かわいい、あざっす、あざっす。
あらちのファンでよかった、めちゃくちゃ伸ばすやん伸ばすやん。ちょっとね、前半お見苦しい光景をお見せしたので、後半はゆったりとお送りしたいと思います。ちょいとお待ちを。あ、そうだ、あらちの音もついてくるわ、今日の。ちゃちゃちゃ、パンツがパンツが引っかかっちゃったとんでもないこと言っている。ちょっと待ってね、読めてない読めてない。こち亀って知ってますか？もちろん中期です。面白いね。なんだっけ、ポンシブない、ポンシブは飲まない。今ちょうどゆりちゃんにしてました。いいね。昼抜き、あ、昼抜きじゃない、なんだっけ、なんだっけ、夕抜き、マカデミアナッツ大好物。今日はね、これを食べてもいい日じゃないか。え、スプーン忘れてきた、結構でしょ。手でいけるよ。いや、死んじゃう死んじゃう。ハーゲンダッチュ、癒されまーしゅ。いや、あのね、たまにはこういうのも食べたいんですけどね。今ね、さ、歩いたことで寒くなっちゃった。ダダン、チャチャチャン、チャチャラッチャ。みんなにね、今日もパチンコ行くんですかって書かれて、行かないですって答えました。ピクミンしてますか？あ、ピクミンもちろん。あ、冷たい。膝掛け持ってきた。ピクミン、死にかけのピクミンの動画見るのが好き。アイスに舌をのせ、え、アイス舌にのせてベロを出してほしいです。あ、なんとね、それ全く同じ状況がね、今回のね、あの新作で、新作のなんだっけ、新作のイメージ動画に全く同じシーンがあるので、よかったら見てください。エチエチです。推しの作品で抜けなくなる、どうしたですか？え、そんなことあるの？もう推ししかいない世界を想像しすぎたんじゃない？何味が好きですか？ハーゲンダッツはね、このマカデミアナッツかイチゴしか食べません。これハメイカ、ね、そうだよ、みんなも努力するんだよ。推しの先に抜けなくなったら一回他の子も見てみる見て、やっぱ推しが一番だなって思うのが一番。宣伝上手でしょ。歯がしみる、歯しみるよ、歯しみてんだよ、近くみんなから。好きなスポーツ何ですか？分かんない。アイスどこで買いましたか？スーパー。触覚が可愛い。触覚苦手な男性多いけど、褒めてくれるの嬉しいね。学校の先生嫌がるよね。学校の先生ね、触覚作ると怒るよね。めっちゃ怒るよね。なんで？いいじゃん、気持ち可愛くなるんです。ね、ある程度できるのよ、水泳とかね。あとね、あ、短距離走めっちゃ速いのなぜ
一夜としかしてない。学生時代の最低点数は音楽でね19点。あ、19点、世界史がね全何学校のねなんかで最下位だった。触覚で攻撃するそうだから怖い。動物みたい。I'm fasting。 わかる、私ももうすぐファスティング。数学壊滅。でも数学はね赤点取ったことないんだよね。好きな歌手は椎名林檎。椎名林檎様です。出かけなきゃいけないから見れない。うん、行ってらっしゃい。リンゴ歌って、何がいいんだよリンゴさん、何が好き。みんな音楽が一番でよかった。いいね。地頭はいいんだろうね。あ、ほんと、そう見えるなら嬉しいで。怒るとどうなる。あのね、詰める。さっきみたいになる。少しだけ出します。ちゃんと帰るんだよ。うち今日はずっとうちいるよ。おじちゃんのみやんな、あだちの声が聞けないわら大丈夫、またいつかするよ。ゲーム配信しないの、まだね、プレイステ5開けてないの。許して。開ける気あんのってみんな言ったけど、開ける気もうなくなっちゃったね。優しくして、あだちね、自分に優しい人はね優しくして。あ、正しい町いいよね。丸の内サディスティック、あのね、あだちのね、あの普通のね携帯の電話のあれ、何、着信音がそれです。僕もよく上司に勧められます。上司は詰め返したらいいよ。それからしたらいいよ。羊の皮にでも突っ込んでソーセージにしてしまおう。あのね、怒られたら足立はそういう風にしてます。大村やりますか。やらないね。もうこの間負けたけん。 G1 で満州当てたので。え、満州当てたの大村で。大村ってあれじゃん、インが有利なとこじゃない。ヒアチューンが好き。あやつ歌えないや、練習しとこう。別所の箱眺めるだけ。そう、眺めてるだけ。毎日横目にねしてるだけ。いや、うちもそれ。ヒアチューンってどれ曲。どのアルバムだろう。ちょっと待ってね。あだちはねカプチーノがすげえ好きだ。プレステ5はね、あ、ちょっと待って、椎名林檎にしよう。じゃあこれ好きなの。プレス5ね、1月頭に買ってたんだけどね、めちゃくちゃね、ほこりかぶってます。開けてないから。あ、違う、チキです。あざす。全身脱毛する僕見えるください。さらにかっこよくなっちゃうじゃん。もっとかっこよくなるんだよ。
頑張れ。素敵な出会いが待ってるよ。あなちがね、音楽イベント出たら絶対この曲歌いたい。めちゃくちゃ純愛曲なの。もうこれ初めて聞いた時にすごいキュンってしちゃって、それこそね、ミートマネージャーとかね、まあ、決起会っていうのがあって、そのチームで清香さんとミートくんとおじいちゃんがやってるバーに行くんですけど、そこでね一回歌ったよ、お前そんな曲知っとうなって言われました。後でね、あのカプチーノ聴いてみて、すごいいい曲なの。どうせ歌うのはね、クミンの前で歌いたいね。あ、コックルもいいね。何歳脱毛してるがいいのかな、分からん、加減。私みたいな彼女はめちゃくちゃ気強いけど大丈夫そう。入浴剤どんな香りが好きですか。何が好きなんだ。旅の宿とか使ってる。なんかね、もう漢方とかね、もう体本当に温めるの重視してます最近。本当はムスクとかが好きなんだけど、匂いは。インスタライブ見た後 DVD 見るといい感じです。いい楽しみ方じゃん。足立の見てね。買っただけで満足しちゃう。そう、満足しちゃったの。あ、ここ開けるな。ここすごい歌詞が好きなの。めっちゃ良くない。足立が気強いからさ。まだ食べてる、まだ食べてるよ。まだまだある。虫系かっつこまりました。どういうこと、どういうこと。携帯の着メラ丸の内にしたらあれだよ、あれストソロだよ。言わせた、今日も可愛いね、ありがとう。聞こえてないから、店長ありがとう。やばい、鼻水出るんですけど、アイス食べると。死んじゃう、死んじゃう。うん、これあれでしょ、オリンピックの時の曲だよね。あれ違うかな。シーン変えてないのがデボ。もう変えるのめんどくさいの、ね、なんかね、人と一緒だと分かんなくなっちゃうから変えました。運転中なの、モグリンしてまっすぐ帰って、ちゃんとお家に気をつけてね。お疲れ様で、こんばんは、こんばんは。ツン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 、今日の下着セクシー系。いや、前あげてるやつ
撮影の衣装ですね。関西ではなんかさ、マナーモードにしてたらさ、絶対わかんないんだよね。今バイブレーション機能つけてるんだけど、私結構物なくすから、電話かけてどこにあるか携帯探すからね、通知オフにしちゃうと死んじゃいます。関西どこで花見しますか。あれだよ、あの、あ、大阪城公園。私は前に行く、私が準備してる。でもね、私が上げてる写真は基本は辻さんっていう方と柳さんっていう方に撮影してもらってて、下着は全部自前で選んでます。そう、毎回ね、私からお願いしてやってます。最近サウナ少なめ、雨降ってるの。雨降ってる、寒いとかなって、ちょっともう歩いてるだけで風邪ひきそうだからさ。今日撮影だったからさ、3着新しいの買いました。ちょっとね、今月撮影の本数が多かったんで、あの、お願い2人にしたんで、結構金額がいってたので、パルファージョ2着とユエオ1着、新着ずっと欲しかったやつだからね。サウナ緑のやつ斬新でさえ、そう、あれね、斬新じゃね、着方分かんなかったの。持ってってから C のサイト見て、あれね。次、イラビのセンスがいいよ。そう、できるだけね、地味というか大人おしゃれみたいな。ちょっとね、多分ロリケンは結構 S1 系で見れると思うんで、セクシーな足立を演出しているものが多いですね。撮影の、あ、こ、どの撮影かな。あのね、 V の撮影は次の日動けなくなります。あのね、ジムで全身を鍛えまくってんのに、まだ鍛え込んだ、追い込んだ時の感じ。次の日マジで動けん。今ね、北海道外気浴が飛ぶよ。いいな。こないだね、北海道行きたかったんだよね、サウナ。そんな時間がありませんでした。悲しい。リリさん今日よ、今日撮影してきたから、13ワールドを体感してきましたよ。父さんね、撮影マジ撮れないから。サッカー始まるか、行くね、行ってらっしゃい。もぐもぐみたいに、ずっともぐもぐして、あ、もう実況中継してくれてる。関西さんだけでぶりな瞬間生まれるでしょ。うん、寒かった、雨降ってたし、しかも傘どっか忘れてきちゃったし、あれかな、でも電車で忘れてきた。ちょっとね、今日めちゃくちゃ悲しかったのがさ、お台場の方だったな。そしたら出たらさ、お台場の観覧車なくなっててさ、ゼップ東京なくなって、ちょっと心折れました。悲しい。ご飯食べて戻ってきた。まだやってる、まだやってるよ。アスリートありがとう。体鍛えてないと死んじゃう。スプーンごめん、これあれもらってきたやつ、ごめん、遅いって言ってくれたのに。北海道さんのね、行きたかったけどね、もう行けないって分かってて、ね、もうね、やめた。ありえないタイの冷蔵庫スクワット。そう、あのね、この間ビビったのがね、
ジングリ騎乗位っていうのがあって、男の人が M 字開脚にさらにもうこうジングリ返したところで騎乗位するんだけど、あのねスクワットを超えるびっくりでしょ、もうありえない、連続はスクワット超えてた、推しいるいる、あのそう、うん、朝の撮影のやつとかは基本足立から依頼してるやつです。足立とか本郷愛さんとかピオカさんは多分自分でお願いしやってるんじゃないかな、前聞きました。お台場ユニコーン見たことありますか？見たことある、写真あるよ。アイスの蓋舐めない、だってねアイスの蓋ねこれなんだもん舐めるほど何もないよ、すごいよね、自分でプロデュースしてる。 AV って筋肉本当にすごい気丈いわね、次の日ね痙攣起こしてる、足が大変です。スマスロ打ちますか？もうスマスロ怖いから打ちません。ちょうど正しい街で流れてたか。スマスロはねバギー打ちました、バギー。しかもあの年始のあのビースターの女優さんらでやってたあの新年パチンコ会でアシナちゃんと一緒に打ったんですけど、1000入れてやめましたね、怖すぎて。え、これ怖い、やめようみたいな。お、波に集中するからまたね、来週は、そう来週足立ウィーク、めっちゃいいこと残して言ってくれたよそう、なんとね来週は足立はね撮影も V の撮影もあって、で船プレがあって名古屋オフ会があって、で名古屋の即売会です。しかもねこんなにみんなの前であね撮影日の次の日動けなくなりますよって話をしているのにもかかわらず撮影の次の日に船取りっていう、2回目なんだよね撮影の次の日に船取りって。まだね情報解禁してない情報があるんですけど、今日はこんな小屋入れ見るよかった。なんだっけ、何月だこれ、あ、これ何月、5月か、5月もハードスケジュールが、ハードスケジュールで足立もお送りするので皆さん楽しみにしててください。なんか興奮してる翌日の船部でね、もうこなした後に足立が来るなんでこと言ってんだしーしーゴールデンウィークもあるあのね、素晴らしいゴールデンウィークにしますよ、クミン、クミンの皆さん素敵なゴールデンウィークにしますよ、楽しみにしててね。いや、肥満より忙しい方が幸せよ。ちょっと待って。こんにちは、こんにちは。食べるもんなくなったからもうちょい前に。お台場よく行くの？ちょっと遠いよね。とか空気が綺麗で泣いた。TikTok しないの、あのね踊れないからやめました。あのデビューした時に撮影した時の合間でやりますかみたいに言われてやったんだけど、下手すぎてあ話にならんかった話にならなかった。あれ言われてないのかな、4月、あゴールデンウィークに船プレがありますで予定だと、あ、いつなんだろう、あ、いつなんだろう、
紹介しました。どこだっけ？ちょっと待ってね。ご飯作ってくれる？あ、作ってくれる。いいね。いや、あのね、レベルが違うぐらいひどかった。やめてよかったなと思う。お、これは何県だ。なるほど、 OK です。ゴールデンウィーク前半足立に開けといてください。早めに言うとこないとね、ゴールデンウィークは大変だから。踊らなくてもいいぜ。踊るじゃんみんな。勝手なイメージだけど。黙ってる私もかわいい、ありがとう。音でかくないかな。そういえばシャドーバンって回避されたのかな。分かってないんだよ。シャドーバン回避されてるんだったらさ、追加するやりたいんだけど。さあ20分になったらやめようかな。1時間以上やってるから。グッドモーニング。そんな時間？お酢のタンブラーありますか？タンブラー足立使わないんだよな。もうあれですね、その場で一気に飲んじゃうから。ここでキスしてはね、昔歌ったわ、昔歌ったわ。ラブレは遠征チケット、あー遠征組の枠ね。まあ地方から来てくれる船プレの参加者はすごいよ。本当に2回も遠征しなきゃいけないか。だからね、私ね絶対船プレだけはね投キャンしたくないんですよ。くれぐれも健康に気をつけて頑張るよ。当たり前じゃん。私は毎日自炊。いいね。もうある意味自炊だけども、最近なんか上げれるレベルのおしゃれなものを作るのやめちゃいました。 T シャツ販売していけろ。販売したい。検索したら出るようになったんだけどね、日によって出なかったですよね。波ありすぎ。高いわ。歌おうかなと思ったけどごめん、高すぎて歌えなかった、ごめんね。カラオケ行きたいな、久しぶりに。これ BGM にする。ラスト BGM。 とかラジオ何話してほしい。ココロちゃんどうした心ちゃんとして行ったんだよ。何を？あ、カラオケ？あ、カラオケはね、足立してないんだよね。カラオケとか、その、おじいちゃんがやってるバーに行った。寒いね。
ちは今からお風呂に入ってこようかな。お風呂に入ってゆっくりしてマッサージして寝ます。今日ねほぼ寝れてないので。おかえりなさい、お帰り来たよとか今ごめんもう終わっちゃうのごめんおかえりなさい。ギガをお、やったね。マイナルベスト3、あ、いいね、それ話そうか。またね、あらちん、そう。あ、よかったらね、こういうのをね。あ、そう、お便りもね、やっと読めるようになったので。今週の、あらちも、あらち酒場、都民酒場も楽しみにしてください。朝21時からです。でしでし。じゃあ、また、次の、配信でお会いしましょう。じゃあね、お疲れ様です皆さん。ゆっくり休んでねー。